住吉大使でございますね。摂津の国の一宮住吉大社でございますね。遣唐使がねここから出てたというところですね。太鼓橋ですね。こちらを登っていきます。渡りましょう。トントントンと、はい、ゆっくりと足元を気をつけながら、はい、行きます。手水舎がありまして、そして御神木です ね、うん、ね、こちらは一度枯れたのでしょうかね、また復活をしているような、そのような気配があります。ですね、残念ながらですね、もう閉門時間を過ぎましてですね、閉まってしまっているんですけども、はい、でもね、大丈夫です。こちらはちょっと失礼いたします。はい、ね、はい、こうやってですね、こちらから、ありがたくお参りをさせていただくこともできます。はい、ちょっと隙間から失礼いたしまして、中をね覗かせていただきます。奥から第一本殿、第二本殿、第三本殿、そしてこの横ですね、こちらが神宮皇后をお祭りしている、第四本宮になりますね、うん、こちらね、女性の起業家とかね、やはり神宮皇后に応援していただけるというのは本当にありがたいことになりますのでね、こちらぜひともお参りをしていただけたらと思います。はい、まあ元祖シングルマザーというかね、豊かさのエネルギーもお持ちの、神様でございます。そして何と言ってもね、妊娠してお腹が大きいのに、まあ三冠征伐というかね、まあ神事をすごく執り行いながら、まあ朝鮮半島、新羅、高句麗、百済のね、この、3つの国、まあそもそもね、もともとは仲良かったわけなんですけども、まあ、そのような国へ、赴きまして、ね、もう大きな光とともにね、赴いたということで、向こうの方々も、ね、こういう尊い人が来たのでは、ね、逆らうことはできませんみたいな感じでね、平和的な、本当に、ね、戦というよりもね、平和的なね、神様の意向でもってね、治めてきたという、そのような、素晴らしいエネルギーをお持ちの神様がいらっしゃいますのでね、はい、こちらで、まあ、ぜひともね、うん、まあ、この世の中調和的平和的な、ね、世の中になっていくように、争いがなくなりますようにも含めましてですね、自分自身の事業でもって、社会を明るくするというような決意を表明していただけたら非常にいいかなと思います。はい、本当に歴史を感じるね。おかげさまでありがとうございます。宇宙の大いなる石、大調和に基づく天命持ちて、とってもありがたい船玉社の大神様の一礼四魂の山、すますのご開運をお祈り申し上げます。雨の鳥船の御事、そして猿田彦の御事の大神様の一礼四魂の山、すますのご開運をお祈り申し上げます。大神日の栄、日のと、日の栄、日のと、土の栄、土のと、かの栄、かのと、
水の絵水の戸原ひたまひ清めでたまふ東方神へ認め寝牛虎うたつみ馬羊猿鳥犬い荒ひたわひ清めでたまふ東方神へ認め剣だり神尊観言言荒ひたまひ清めでたまふね、龍神さんというか、まあ、水派の目の神をお祭りしているんですね。水の神様をお祭りされています。龍神さん 龍者になっていますけど、まあ、龍神様そのものというよりも龍神の水を守るというね、まあ、水の神様、縄文時代から ね日本の国土でずっといらっしゃるお祭りしている水派の女神様、水早めの御事と言ったりとかね、さまざまな呼び方をしますが、水の神様をお祭りしているところでございます。おかげさまでありがとうございます。宇宙の大いなる石、大調和に基づく天命もして、とってもありがたい水派の目の神様、龍者の狼様の一礼四魂の矢ますますのご開運をお祈り申し上げます。龍神の意と唱えます。高ましまして天と地に見働きを表したの竜王は大宇宙根源の御親の御使いにして一切を産み一切を育てよろずの者をご支配あらせたも王人なれば、ひふみよいむなやことの奥さんの御宝を逃す姿と返事たまいて、自在自由に天下一海人海を押されたの竜王人なれば、尊み敬いて、誠の胸一筋に見つかえまうすことのよしを、受け引きたまいて、愚かなる心の数々を、今しめたまいて、一切衆生の罪汚れの衣を脱ぎさらしめたまいて、よろずの者の病をも立ちどころに払い清めたまい、よろず世界も御親のもとに納めしめたまえと、
恋ねぎ立てまつることのよしを聞こしめして胸の内に念じ申す大願を成就なさしめたまえとかしこみかしこみも直す。ありがとうございます。までありがとうございます。水葉の目の神様、三条石、薩摩氏ね、薩摩藩の家紋が島津家ですね。うん